苦しいことになりそうだ。でもよく燃えてる。そうか。いい、じゃあ消えかけたら新しいのを追加しよう。エイデン、何か変。スージー聞こえる？ソフィー、襲撃されてる。え、スージー何があったの？罠よ、逃げて。そんな、スージー、ナルフ、エイデン急いで、クリスタルを丸ごと全部奪われた。盗賊どもだ。大量の死体も。ソフィー残念だが。やっぱりね、あのクソ野郎ども裏切ると思ってた。エイデン全員殺して。生存者はいない。消えた者どもめ、クリスタルを探して。スージーが持ってたはず。スージー、カール、カールがさらわれた。何？どこへ？やつらのキャンプ、なんとかしないと。スージー、クリスタルはどこだ？スージー、ソフィー、スージーを見つけた。死んだよ。そんなの嘘よ。バーディーが死んで、スージーも。そんな、もうどうして？あんたのせいじゃない。いいえ、私がみんなを行かせたせい。ジョーの部下がカールをさらった。クリスタルは見当たらない。やばい。くそ、マジかよ。何？グーンだ、バカでかいブサイク野郎。やつは動きが遅い。他の死体を調べて、エイデン。まだクリスタルがあるかも。
ソフィー、全部なくなってた。持ち去った後だったのね。後手に回ってる。よし、守ってばかりなのはやめよう。盗賊キャンプの近くに来て、高架橋の上、カールを取り戻す。クリスタルもね。ジャックとジョーメ、茶番は終わりよ。エイデン、調子はどうだ？生きてるか？ったく、感傷的になってる。こんな気持ちは3度目の離婚以来だ。どうも。でも期待するな。所帯を持つ柄じゃない。指揮官殺しの真相は？ソフィーの弟がルーカスの死について話してた。それぐらいだ。今はそれどころじゃない。例の盗賊がカールを人質に取った。なんてこった。だろ、カールを取り戻す。よし、ソフィーの信頼を勝ち取れ。何か引き出せるかもしれん。ただ気をつけろ。相手も用心深い。うまくいきゃアイトールがセンターへ通してくれる。ヘルマン、ソフィーは？なぜ同行しなかった？戦力なのに。ああ、わかった。ここで待てってことだな。ジョーには落とし前をつけさせる。最初から嫌な予感がしてた。カールの計画はまずいと感じてたのに、私は止めなかった。仕方ない、これぐらいで済んでよかった。自分の直感を信じてたら水も戻ったし、みんな死なずに済んだ。務めは果たした。カールの指示だったんだろ。ええ、でもバザールは守らなきゃいけない。まあな。なぜヘルマンを使わなかった？あいつがいれば無敵だろ。彼は強いけど子供のように無力。随分でかい子供だな。ヘルマンは耳がほぼ聞こえないの。私が物心つく前から彼はずっと母のボディーガードをしてた。母が死んだ後は私たちといた。ある時窓を破って感染者が入ってきたの。ヘルマンは身を挺して間近に迫る感染者にグレネードを投げつけた。爆発からは生き延びたけど聴力を失った。正面切っての戦いなら無敵よ。でも後ろから来られると弱い。子供のようにね。まさにモロ刃の剣ってとこだから彼から目を離したくないのよ。時々どっちがどっちを見守ってるのかわからなくなる。ルーカスを殺したのはジャックとジョーだと思うか？ジョーならあり得る。完全なサイコでヌスッとだし、ピースキーパーに捕まるのを恐れてた。でもジャックがさせない。臆病だけど理性的だから。で次はどうする？
これからは自分の直感に従う。もう二度とこんな事態は起こさせない。てめえがすぐついてりゃ助かったかもしれねえ。流浪人ってのは走り回るもんじゃねえのかよ。バーニー黙って。なんでだ。こいつが間に合ってりゃパーティーできた。ツヤじゃなく気が向いたら飲め。あの子はあんなだけど、私たちはいつかこの町に貢献する。バーディーに乾杯。バーディーと親しかったのか。よく詩を見せてくれた。みんなには理解できないからって私だけにね。出来の悪さは黙っておいた。いい子だった。ダークゾーンで父親を亡くしてからグループに入れたの。まだ10歳だった。若いな。若すぎた。でも彼には頼れる人がいなくて入れてあげたの。片付けた後はあの悪党ども。ジャックのクソとジョーのアホ。そのクソとアホを殺せば何か変わるのか。死は人生を大きく変えるものよ。カールは間違ってた。すぐに叩くべきだったのに。それでもカールは仲間だもの。助けるしかない。そしてジャックとジョーからクリスタルを取り返す。それにこっちは他の仲間を殺されてる。ラルフ、スージー、ローガン、バーディー。だから復讐するの。ジャックとジョーはみんなを死刑にした罪で死ぬのよ。無線がよく雑音が入るんだ。アルベルトに相談して、彼なら直してくれる。分かった。アイトールだ。そこを離れろ。誰にも見られるなよ。似合いのカップルだな、エイデン。近くの屋上にいる。話がしたい。今？お前の命に関わる。やつ先にしてやる。絶対に。全て聞いた。来い。要件は？面倒な事態になってるな。ジャックとジョーの盗賊連中がカールの護衛を殺し、ソフィーがその報復に向けて動き出した。お前は関与してないだろうな。あんたが近づけって言ったんだろう。これからソフィーのアジトに踏み込む。となると心配でな。噂が立ってるぞ。俺にラザルスを届けたってな。 BK のスパイだと疑われてるかもしれん。そんな様子はない。俺の助けを求めてる。ならそう思ってろ。だが連中は我々を嫌ってる。協力者も例外じゃない。疑われてる可能性も考えておけ。特にソフィーは。対処できる。ルーカスもそう思ってた。その結果は皮膚の一部を切り取られ、捨てられたお前を見つけるのはごめんだ。忠告しにここへ。ラザルスの件では感謝してる。俺は味方を大切にする。ソフィーは水のために戦ってるだけだ。疑ってるとは思えない。めでたいな。彼女は PK を目の敵にしてる。バザールを助けなかったこと、そして母親の死のことで、その我々が彼女の島に乗り込むんだ。注意した方がいい。ご忠告どうも。捜査に関する情報は入ったか？ソフィーもルーカスを殺した奴は知らない。そりゃそう言うさ。連中が殺したとなれば血を見るのは向こうの方だ。ソフィーがいつ襲撃を企んでるか見極めろ。こまめに居場所を教えろよ。用心しろ。ソフィーを助けに行け。だが気をつけろよ。さてと、時間じゃ。ソフィーはどこだろう。探すか。そうじゃないか。じゃあぼちぼち。父さん、まだ早いよ。一つだけ、お前さんに一つだけ用事が。え、どういうこと父さん。なあ、ソフィーを見てないか。なあ、ソフィーか。ああ、そうじゃ、彼女なら。確か、あっちに行ったよ。その通り。ありがとう。待ちなさい。
それからだ、もう一つことずかっててな、どこかおかしいんじゃろ、その調子が悪いと聞いたぞ。あれが壊れてるとか、そのあれじゃ、うん、君の無線機どこか調子が悪いんじゃないかってさ。ああ、たまにノイズが入るが、動くうちはいじらなくていい。ああ、一つ聞いてもいいか。ああ、エイデンだ。ヴィンセンツォ。ああ、エイデン、君はどうやって流浪人になったんだ。人を殺したのか。ヴィンセンツォ、お前、またいきなり、なんてこと言う。父さん、どうしても知りたいんだ。教えてくれないか。この話はまた別の機会にしよう。ああ、無線機の件はありがとう。つまらん話さ。殺しもしたけど俺は殺人鬼じゃない。流浪人になったのは別の目的のためだ。何のためだ。ヴィンセンソ、プライバシーじゃぞ。唯一の家族を見つけるためだ。それで？まだだ。でも近づいてる。うまくいくといいな。フェデリコも見つからないんだ。誰？フェデリコさ、親友だったんだ。長い付き合いで兄弟みたいなもんさ。でも他の子のように姿を消した。あの憎らしい実験のせいだ。実験？GRE の実験か。壁が作られた時、ここでワクチンを作ろうとしてたんだ。結局すぐ失敗したけどね。フェデリコはある日突然姿を消した。一緒にサッカーをして、その後僕は家に帰った。フェデリコもだ。それが最後だった。奴らにさらわれたんだ。彼だけじゃない。そう、その冬に消えた子供は他にもいたんだ。他にも？同じ時に隣の建物でも女の子が2人消えてね。そんなことが町中で起きた。誰も見つかってないのか。ああ、でも何が起きたかは分かる気がするよ。おふくろさんの話を聞いたんだ。その1ヶ月前、フェデリコは肺炎で入院してたんだけど、血液検査をするようにってある GRE の医者が言ったらしいんだ。理由は分からない。フェデリコは1週間後に退院して、そして消えた。その医者の名前は？知らないよ。病院の人も教えてくれないさ。 GRE の極秘業務に関わってるってことしかね。そして全てが終わった。 GRE は崩壊。セントラルループで子供が何人か目撃されたけど、でもフェデリコは、あいつはどうしただろうっていつも思うよ。生きててほしい。いつか見つかるといいな。ソフィーが次に何をするか気をもんでるんじゃない？男がいるか知りたいの？今はいない。だからってチャンスがあるとか思わないで。あんたは脈なし。あんたに男がいるか知りたいかって？興味ない。あんたが心変わりしてチャンスができても俺はなびかないよ。言うわね。でどうしたの？バーニーのことを頼む。顔にデカデカと問題児って書いてある。そうね。そこのシラフの兄ちゃん、パーってやろうぜ。いや、流浪のクソ勇者だな。探してたんだ。まあ飲め、乾杯。悪い、ラッパ飲みは嫌いなんだ。伯爵はグラスをご所望か。なあ、無線はアルベルトのじい様に見せたか。あのじいさん、何か言いかけちゃしりきれとんぼでよ。脳みそがスイスチーズなんじゃねえか。失敬だぞハンフリー。アルベルトは武器と防具にかけちゃ天才だ。てめえ何ができる。部屋でハーモニカ吹くくらいだろうが。そこのこそだろ。せいぜい乗れバー様が。邪魔なケツは蹴っ飛ばす。
ぶせ脳みそ心臓もハンフリー、あ、人殺しの定め、いいな、人殺しの定め、ハンフリー大した詩人だぜ、心臓も人殺しの定め。戻ったぞ。無線はどう？問題ない？いい時もあるし、悪い時も半々だ。スージー、ローガン、絶対奴らをやつ先にしてやっからな。バーディー、ラルフ、元気でな、愛してるぜ。それで？ねえ、崩壊の始まりを覚えてる？なんとなく。私は昨日のことのように覚えてる。しばらくの間、私たちは感染者から教会を守ってたの。母の指揮の下でね。毎日たくさんの人が死んでいった。母はみんなの命を守り、私はバーニーを見守ってた。母はピースキーパーに助けを求めたけど、連中は無視を決め込んだ。やがて母は重傷を負った。あれは夜明けのことだった。私は母のいる屋根裏の制御室に連れて行かれた。母は私を見て、弟の面倒を見るよう約束させた。まるで車でも貸して傷つけずに返してよって頼むみたいにね。その後、母はカールを後継者に任命した。私がいるそばで、あなたは大きくなったらカールよりずっと優れたリーダーになれる。でも世界がこんなうちは誰も若い人間の言うことに耳を貸さないって。間違いだ。これまではずっとそう思ってた。でも整理がついた。今は母のことを理解できる。リーダーは冷酷になれないと。あの時はそれが欠けてた。今ならなれる。言いたいことはわかる。失う気持ちもな。あなたにもそういう人が。妹だ。辛いわね。大丈夫だ、いずれ見つける。妹さんのために町へ来たの？ああ。ソフィー、話がある。行動に移る。早く動けばジャックとジョーの不意をつける。エイデン、エイデン、出だしからつまずいちまったな。ケーキ漬けの一口目から。任務前に飲みすぎじゃないか、バーニー。はあ？俺の肝臓はビルド一強いんでな。てめえは自分の心配だけしてろ。ソフィーは？あそこだ、屋根の上見張ってるからな。ちょっとあれを見て。ピースキーパーに監視されてるみたいね。見せてやりましょう。ジャックとジョーの次はあいつらの番だって。行動に移るって言ってたな。もう動いてる。キャンプに偵察を3人送り込んだ。カールとクリスタルはあの建物のどこかよ。が少ない。多分寝てるのね。キャンプにはいくつか入り口がある。正面はダメ。見張りが一番多い。先に行って。私たちは反対側に回る。挟み撃ちにするの。問題が起きたら基地に撤退する。どこだ？単語モーテル。
計画変更よ。奴らに基地を襲われた。誰に？ソフィー。そっちは任せる。カールを見つけて、彼を助けて、クリスタルを回収して。やってみる。
ルにルローニ？ブラボー、ルローニ。お、グリーンウッドだ。ありがとうが、いつでも歓迎するぞ。いいか、ルローニ。ルローニ、他の者は？やられた、クリスタルは。あそこだ。ソフィーに連絡を、早く。ソフィー、カールは無事だ。そっちはどうだ？ソフィー、ソフィー、聞こえるか？彼女たちを助けてくれ。ジャックとジョーは？戦闘に気づくとすぐキャンプから逃げた。どういうつもりか、援護を待つと言っていた。何の援護だ？よくわからない。ジョーはレネゲイドの話をしていた。町の向こうのダムに駐留している旧陸軍の残党だ。最近バザールでも目撃されている。どこに行けばいい？タンゴモーテルだ。ソフィーの隠れ家がある。急げ、早く早く行け。一刻を争う。周辺が騒がしいようだが。それだけじゃない。ソフィーの隠れ家が襲われた。ピースキーパーかも。くそ、目的を思い出せ。エイデン、セントラルループに行けりゃいい。地域の争いなんかほっとけ。これ以上関わるな。地下鉄に戻れ。ここまでの情報でもアイトールは通してくれるかもしれん。行かないと。ソフィーを助けると約束した。真実にたどり着く道はそれしかない。分かった、また連絡する。付近にインヒビターコンテナ。遅かったか。ソフィー、バーニー、いるか？ソフィー、ソフィー、応答しろ。付近にインヒビターコンテナ。ソフィー、何があった？応答しろ。エイデンだ。部下は死んだ。くそ。
好きになれそうだったのに。ピースキーパーを連れてきたんだな。助けたのにか。てめえは俺らを裏切った。だから死んでもらう。アイトールと自分をな。俺らはついでだった。何グズグズしてる。やっちまえ。バーニー、バーニー待て。これはどうだ。バーニーを見つけろ。どっから来たんだ。第六感ってやつさ。トラブルの予感がしてな。バーニーはお前を殺そうとした。何か隠してるんだよ。ルーカスの件か。あるいはなんだ。指揮官の殺害、今度は給水塔の乗っ取り。偶然じゃないだろう。バーニーは姉貴の影から抜け出して自分の手でピースキーパーを排除したがってた。探してみよう。用心しろ。アイトールに伝えてくる。また連絡する。バーニー出てこい。いい加減にしろ。逃げられんぞ。エイデン、詫びりゃ頭を打ってやる。それとも転化するまで苦しむか。どうする。死ぬのはお前だ、バーニー。殺さずに止めるだけのはずでしょう。武器をよこしてこっちに渡しなさい。ソフィー、分かった。助けてもらっといてこれか。裏切りには死を。アイトールの手先だったなんてね。手先じゃない、自分のためにやってる。この戦いに中立なんてない。私たちは生きるために戦ってる。水なしじゃバザールは一月も持たない。なのに PK は何もしない。母の時のように私たちが死ぬのを見てるだけ。連中の一味ならバザールのことなんて考えてないんでしょ。あなたを生かしておく理由なんてある。ソフィー撃て、早く。
俺たちは助け合える。誰がルーカスを殺した？俺たちだと思ってる。ソフィー教えてくれ、あんたがやったのか？まさか。ソフィーダメだ。なぜ犯人を気にするの？アイトールは何か約束を？あんたじゃないなら誰が殺した？さあ、私の仲間じゃないことは確か。犯人が分かったら教えてくれ。ぜひハグしたい。ルーカスは死んで当然、遅すぎたくらいだ。あんな奴殺すまでもない。 PK ごと追い出す計画があるもの。アイトールはセンターへ通すと約束した。だから協力を。信じたの？あいつの言うことを。俺を殺そうとはしてない。向こうは裏切られてないしね。こういうのはどう？水の確保を手伝うなら私がセントラルループに連れてく。まず俺は裏切ってなんかない。事件の調査に協力してるだけだ。でその話だが、 PK が管理する唯一の道のことか？別の方法がある。もう一度信用するとでも思うか？お互い様よ。こっちは PK に協力してるって仮説を立てただけ。この状況じゃ慎重にならざるを得ない。あんたは俺を殺そうとした。仲間にかけて、バーディ、スージー、ローガン、ラルフ、ヘルマンにも必ずセンターに案内する。やってくれる？やるよ。作戦は？ジャックとジョーが逃げた。ついに給水塔を取り戻すチャンスが来たのよ。アイトールより先にな。PK に対処できたらすぐセントラルループに行かせてあげる。まずは水の確保が先。塔はどう上がる？ウィンチがいるけど、ジョーの部下に封鎖された。だからあなたに頼んでるの。登れってことか？うまくいけば大勢が救われる。恩は必ず返す。